K 熊川でございます。 K 熊川 is radio 第32回をお送りします。今日は2021年7月の4日日曜日でございます。遠く海の向こうアメリカでは今日確か独立記念日でございますね。なんかわーわー言っとるでしょうね。ちょっとね、昨日は調子が悪くて、調子が悪くてっていうか、やってらんねえと思って、一日延ばして日曜日なんとか今日中に更新をという K 熊川の YouTube によるインターネットラディオ K 熊川 is radio 第31、2、2、2どっちだ、お送りしております。お送りしているのは2019年リリースのマキシシングル生活より誰にも言えないお送りしております。いや暑くてね、多分今回の、この放送おそらく必須ノイズというかね、少しノイズがあると思います。っていうのも俺の4畳半の部屋には地部屋がね一応あってね、ゴミだらけの地部屋が4畳半の部屋があるんだけど、自分の家にね、冷房がないので冷房をつけた部屋から扇風機で今送風をしておるような状態でございます。ね、扇風機を消すと俺のやる気が消えるのでこのままお送りいたします。 K 熊川Is Radio。 皆様1週間お疲れ様でございました。いろいろ、あ、そうだ、最初に言っておきたいけどもね、もう関係かくいね、これさね、ちゃんとね会って話す人は俺と会うから分かるんだろうけど、大事な話、会ってなくてなんかこう今 K 熊川はこうであるに違いないみたいなこと、こういうふうに思ってこういうふうに動いているんじゃないかみたいなこと、くっそ興味ないっす。もういやすいませんけど、なんかね、その勝手に誤解して誤解を解くのは俺の責任って言われても、俺は知ったこっちゃないからさ、知らんよ、それは。知らんす。はい。それだけすいません。放送ですいませんけども、勝手なことを、なんかこう、疑いをかけられて、それを解くのは、俺の、義務だ、みたいな風に、もし思われてたら、すごく嫌だな、と思いますよね、っていう話ですよね。なんもないっす。ね知らんがな、本当に。というわけで今回の放送はですね、久保モリソンのウォッカを飲みながらということでお送りしたいと思います。そう、あのね、変な話、そう、俺朝も今日はね朝から飲んでて、でレモンサワー飲んでビール飲んでハイボール飲んでってやってたら家の酒が切れましてね、でも昨日サボったから今日 ラジオ撮らなきゃっつって今撮ってるんですけど、家に酒がないと、で探したらね、ね、先日のね、八幡デルソルのライブの時にね、終演後ね、終演後プライベートな場で、久保モリソンさんがね、多分記憶にないと思うんですけどね、あの時話したことのほとんど覚えてないっていう話なんでね、覚えてらっしゃらないと思うんですけどね、なんか気に入ったぜお前っつって、俺にウォッカの小瓶をね、コンビニで買ってきてくれて、で2人で飲んで
で彼はダメになったんですけど、そんな記念のねウォッカがあギターバッグの中に入ってたなそういえばと思って、今そのね、クボモリソンのウォッカを今ね炭酸水とかで割って飲んでおります。クボモリソンさんありがとうございます。ね、クボモリソンのおかげで今回の放送が、成り立つという塩梅でございます。皆様1週間、どういかがお過ごしでしょうか。ね、世の中は、さもするともう七夕みたいなことですかね。七夕うちはねあれなんですよ、あのね恥ずかしながら、1年前の七夕の時の、書いた、ね、家族で書いた短冊をまだ壁に貼ったまま今年の短冊を七夕をね、今年の七夕を迎えようとしております。七夕はいいものですからね、みんなやって映えればいいんじゃないですか。いろいろございます。いろいろございますよね、本当に。本当にさ、いろいろ、ねえ。みんなが思ってるほど、みんなが思ってるような世の中じゃないし、みんなが思ってるよりも、世の中はひどいありさま。この二つは、ねえ、矛盾しないので、両方進んでいるんですよと思いながら生きて、なんとかなんとかね、いろんな嫌疑をかけられますが俺自身はね、と思いますよおそらくね。いやでもその辺はね、なんだろうね、まあまあみんな勝手に思うからね。俺が何言ってもどうせ思うんだろ。でその説明責任が俺にある。いやどうでもいいやこの話。とりあえずね今回の放送はですよ。いよいよ今日が7月の4日日曜日で、来週ですね。これで週明けて週末7月の10日。でございますね。2021年7月の10日土曜日には、悲願でございますね。ケイ熊川、俺何年ぶりになるの本当にさ、萩、山口県萩市玉ねぎ畑へライブをやりに行きます。7月10日土曜日、イサリビロックンロール大量物資アット萩玉ねぎ畑でございますね。ここを本当に楽しみにしていて、ツイッターなんかでね取り上げたことがあるんですけども、この萩の山口県萩市の、玉ねぎ畑っていうライブハウスがねあるんですよ。ビーチハウスライクな作りのね、もう海から歩いて18秒ぐらいのね、日本海に面した、ツイッターでもこれ言ったんですけども、おそらく俺が知る限り想像力は働かせてますよ。おそらく日本一美しいライブハウスなんじゃないかと、ロケーションがね思いますよ。本当に素晴らしい、場所にね大好きなんですけど、いろいろあってね、来週何年ぶりかに、萩の玉ねぎ畑へライブをやりに行きます。イサリビロックンロール大量武士というイベントタイトルで、萩市玉ねぎ畑にて、7月の10日土曜日でございますね。会場が18時30分、開演が19時ちょうどを予定しております。
チャージの方ですね、入場に1000円のチケット代と、プラスワンドリンク500円ですね。こちらが必要になります。よろしくお願いいたします。時間の合う方、時間が合うやつはとりあえず行くための方法をググれ。出演者が、北九州オリオから綾子、それからひょうひょう、で不祥俺ケイ熊川、赤パン地蔵フロムにわかですね、うん、前の放送でも飲めました。そして村木凡司、このメンツで日本の美しい夏に必要なロックンロールをこの日はこの夜は、日本海側山口県の、萩市玉ねぎ畑に全て集約集めまして、この日この夜に関してはここを見ていただけたら、うん、ロックンロールは大丈夫だっていう作りに、なっております。本当ですなっては なっております、よろしくお願いいたします。皆様ご都合合わせてみんなで夏を味わいましょう。うん、いろいろねあると思いますけど、よろしくお願いいたします。このアナウンスが終わったら大体俺の仕事はもう今週は終わりっすよ。ね、第31回だよね。久保森村のウォッカを飲みながら第31回、久保森村さんはさ、この間八幡のデルソルで一緒になって仲良くなったと俺は個人的に思ってるんだけど、そのね仲良くなった経緯を彼は全部酒で覚えてないって言ってんだね。だからね、そこでのコミュニケーションの中で、いやもう敬語をやめろ気持ち悪いみたいなことを俺はね言われながらね、そんなこと言う普通言われながら、あ、オッケーオッケーって言いながらやったんでね、なんで久保森村のウォッカを飲みながら、で正しいと思います、タイトルね。久保森村、いやでドッグフード海太郎がいるでしょ広島には。さちょっとね本当にねえ広島行ってライブやりたいなと思いますよね。土着そな場でホーム、彼らがホームの中にオイラが行って、おそらく美しい時間ができるんじゃないかと、混ぜてもらいたいなと思いながらっていうところっすよね。ライブ、ライブをねこの後ね、7月はね月末にもう一本ある予定で、あのブッキングの連絡がね、いわゆるブラックホール方面から来てるんですけど、まだ告知がされてないと、あの告知ができるようになったら教えてくださいっていうね言っとんすけど、まだ今度でね、のでまあ、そのあたりもまた、告知解禁され次第、おそらく7月の月末なんだったんすよ。どこだっけな、7月の31あたりですかね、北九州じゃないな、あれどっか遠く行くんだよ、大分県宇佐市ですかね、あたりの話になるような感じの話を伺っております、お時間ありますかと、そこも合わせて、ぜひぜひ、すね、いやなんか何でしょうね、本当に
あのね、SNS とかから得た情報で、あのね、判断すんのはみんなすんだろうけど、なんかね、それがいい悪いとか、あの、正しい間違ってるとか、したがるんだけど、個人的な情報に関しては、だって俺なんて何も言ってないからさ、そういうところで、こうに、ひょっとしたらこうなんじゃないかみたいなことを思われるのは、非常に不本意ですよね。なんか、俺の歌っていることは、そういうことをしないでおこうという態度について歌っていると個人的に思っているんで、本当にね、ああいう、だからあのね、あの、感じ取っている情報が正しくても、そのアウトプットの方法を間違うと、それは間違いなんですよ。だから言ってる、ずっと。伝え方はすごく大事。だからあ、ケイクマってこういうやつねって、俺がやってもいないことがデマとして例えば出回る、やったこともあるかもしらんが、なんかね、そういうこと言って回るやつって本当ろくなもんじゃないから、あのね、コミュニケーションは大事なんだから、コミュニケーションを大事にしてゴシップを消しなさい。本当に失礼だよ、人に。なんかこう難しいけどね、いろいろあの察する部分で話してますけど、ないっす、なんも。ほんとね、あのね、失礼だ、と思いますので、なんかね、思いますよ、あのネットを使ったコミュニケーションってそういう齟齬を招くのが間違いないなと思って、だって俺何もやってないのにそう思われるんだからさ。だから、でプラスその SNS で全くつながっていない俺の知っている近しいミュージシャンとか知り合いとかね、あのお店やってるマスターとかは会えば普通だから、だからみんな濁ってんだよ、もうお前ら濁ってんだよ、なんか情報をインプットしている風にしてるけど濁ってんだよ。そこで失礼なことを言われたら俺は覚えとく、覚えとくっていうか、まあその場で怒ると思うけど、なんで直接言えないことは言わない方がいいよ。本当に、って思います。はい、ケイクマワです。なんかね、そういう感じだったんですよ最近。で、なんだろうね、なんか思ってるっぽい、ムードを醸すわけだね。だからそういうコミュニケーションってクソめんどくさいよね。本当に、直接言えないことを
匂わせて、って言うんでしょ。それはね、キース・リチャーズが言っていましたね。臆病者だけにはなるなよって。俺もそう思います。臆病者になるな、直接言え、直接その人にね言えばいいんだよ。本当にそう思います。ケイクマガです。疲れますね、そういうのは。ねえ、そうじゃないものを直接その人に対してコミュニケーションできないことを、SNS だと相手の名前をぼかして言うことで直接性はないから、それを何いいねつけてもらって、リツイートしてもらって、意見を大きくして発言力を高めたって、こんなもんねクソですよ、マジで。もうその生き方はやめよう、クソだから。ねえ、そういうことをやった人たちを何人も見てきましたけど、みんなクソだもんみんなクソだもん。これはダセーからやめた方がいいよ、本当に。すいません、思うところあって、こういう回もあるでしょう。本当さ、あのね、生きてない人たち、ゾンビだよね。生きてなくて、生きてない場所で、生きてない言葉を使って、生きてない意見を大きくして、生きてない攻撃をする、このゾンビ。いや、俺の心は揺らがないっすね。今日さっきさ、朝酒飲みながら YouTube でね、エレファントカシマシのあの日比谷ね、ヤオンスカ、のライブ映像を見てたっすね。俺たちの明日ですかね。あの曲のさ、さあ頑張ろうぜっていう時の宮地さんの、もう俺あれだけでやっぱぶっ飛ばされるな、美しい、おーって声が漏れるっすよね。俺には本当にできないことを、いじけててもしょうがない。いじけるんなら新生かまってちゃんみたいにきっちり白黒つけれる場所でいじけなさいよ。本当にね、さあ、ダセえ奴らが増えてきたな。許さんぞ俺は、ダセえ。それだけは言っておきたいっていうケイクマガでございました。いい週間を過ごして、直接俺に文句あるやつは来週末ライブあるから俺に言ってこい、ぶっ殺してやるよ、エレクトリックギターで。ケイクマガでございます。俺の顔に街の木、なあどこ行ったんだ、みんなどこ行った、放り投げたら空に張り付いて落ちてこないの、ぼさっと見てる、雨の降る日はぼさっと見てる。